Hi, Bob. Hello. Do you like ice cream? テレフォンイングリッシュではネイティブの先生と英語でのコミュニケーションを楽しむことができます。実は今日はテレフォンイングリッシュずっとやってきて何回目でしょうか。この前が49回だったの。今日は50回。50回目まで来ました。すごいね。だから今日の50回の目標があるの。先生に質問する。初めてテレフォンイングリッシュをした時の動画は右上からご確認ください。50回目の今回はいくつかチャレンジをしてもらいました。何好きって聞いてみる。チキンでいいんじゃない。やだ。ケーキ。やだ。ハットドッグ。やだ。アイスクリーム。アイスクリーム。今日はもう一つチャレンジをしてもらいます。で、今日はですね、 Everyone's going on a picnic. Tell meWhat will Mickey bring? Hot dog. Hot dogs. それね、前やった時も同じこと言ってた。で、それで合ってるんだけどさ、 He'll bring hot dogs. って言えば perfect. なんで嫌なのよ。この歌がそうじゃん。だってさ、 I'll bring hot dogs. それと一緒で、 He'll bring hot dogs. じゃあ次行くよ。 What will Minnie bring? Salad. Good.でもそれはこの前と一緒だから、今日はお兄さんになって She'll bring a salad。 はい、じゃあそういうふうに答えてください。一つだけで、一つだけで最後に Do you like an ice cream? 聞こえた。 OK。 Hello, thank you for calling Telephone English. My name is Paul. What's your name? My name is Yoma. Only meOnly you, okay, only Vilma today. Look, everyone's going on a picnic. Tell me, what will Mickey bring? さあ、質問にセンテンスで答えることができるでしょうか。Hot dog. Yes, you will bring hot dogs. Do you like hot dogs? Yes. What will Mickey bring?同じタイプの質問です。センテンスで答えることはできるでしょうか。サラダ。I like salad. What will Daisy bring? 最後の質問です。センテンスで答えてくれるでしょうか。Zuby, chicken. Zuby, chicken. Yes, Daisy will bring a chicken. Do you like chicken?今度は先生に自分から質問をしてみます。最初は嫌がっていましたが、質問はできたのでしょうか。 Hi, Bob. Hello. Do you like ice cream?Do you like ice cream? Yeah, I love ice cream. Do you like ice cream? Yes. Great! Thank you. Well, have a happy ice cream. Have a nice ice cream. Thank you. Yummy, yummy. We'll see you next week. Bye bye. Bye bye.というわけで今日は、なんとかなんとか50回目のテレフォンイングリッシュ終わりました。一つ大きな目標で先生に質問をしてみるっていうことが一応できた。あと、まあ答えるときに、あ、チキンじゃなくて She'll bring a chicken っていう風にセンテンスで一個だけですけど、とりあえずまあ一個言えたから良かったかなと思います。今回の機会に新しくチャレンジしたことは、先生からの質問に文章で答えること、先生に質問をしてみることでした。少し無理やりではありましたが、
なんとかチャレンジすることができました。まだそんなにテレフォンイングリッシュ好きかどうか分かりませんけど、まあとりあえずやってくれてはいます。テレフォンイングリッシュ